駐車しました。海を眺めています。海岸のすぐそば、白いのは鳥だ。結構います。さあ歩きましょう。草刈りしたんですね。波音が聞こえます。立石大明神入り口、森林ウォーキングコースです。いきなり急ですね。海抜11メートル。立派な柵があるんですよ。赤い海、右手下に海が見えます。道綺麗だけど、これは工事の道ですよね。清らかな沢の音、車が入るんでしょうね。もう萩が咲いてるの。大間の方を眺めています。あの先端だと思うんですが、こんにちは。ヘルメットかぶると暑い。お、いくらかひんやり。大きなフキの葉っぱ、左は物置き場。完全に車が入る林道、尖った岩だ。気温が上がってムワッとしてます。木陰は助かります。谷の川、おや、砂利がなくなった。まだ轍があります。岡虎の尾、これはクルミかな。案内がないですね。白いのは白樺ですよね。うん、違う、ブナだ。明るいです。草の水滴乾いてます。いけるかな。蜘蛛の巣がありそう。ひんやり木陰、車は無理です。バイクなら行けるかな。セミが鳴かないから静か。お、崩れたとこにロープがある。これは水路なんでしょうね。自然の。ここもロープだ。あ、鳥居だ。木の鳥居です。くぐりました。下り、岩なんでしょうね。平たい川の流れ、大きな U ターン、川へ。水神様と関係あるのかな。ブヨがまとわりつきます。ここ渡るの？気持ちよさそうな水。難なく渡れました。でも草が多いぞ。
鵜飼かな。上にロープが見えます。直通してみよっか。なんか変だな。ロープの横は山道。立派な木があります。つづら折り、また海の方へ歩いてます。結構汗かいてます。頭の上から。この辺はまだ草がついを少し持ってます。岩だ。あ、岩屋になってますね。雨宿りするには転ばないとね。あれ岩なの？もしかしてあれが立石？すごい立派ですよ。木があるけど、ここだここだ。ネットで見たのは、ここにお参りするんですね。青森の旅よろしくお願いします。すごい見事。岩の周り、はしこがの辺に転がっています。ご神木みたい。ここは祭事の物置かな。まあ無理は しません。海の船からこの岩を目印にして位置を測定するそうです。上の景色は分かりませんね。山はまだまだ上に続いてます。特に案内や道はないです。さあ下山開始。滑るから注意。林道まで慎重に行くよ。これが正しい道。草が伸びてます。湿ってますね。でも行けますよ。ロープを掴んで登り直してます。鳥居まで戻りました。今山アップで145メートル。忘れもないね。こっから下りのみ。木漏れ日の道。展望場欲しいな。ここらは植林。ここは道が濡れてます。海が少し見えてるような。違うかな。上りよりもやや大股。車がここで旋回するんでしょう。毎年手入れしてるようですね。はい、砂利道に戻りました。右に岩が少し落ちてたから車はちょっと厳しいんです。ここも崩れて直したのかな。それとも旋回場。下北の自然。ここらは植林です。ガードレールのところ。新緑が綺麗な景色。広島より遅れるけど初夏ですね。電池が少なくなりました。帰りはブヨがまだ追いついてません。日が当たる青い海。あ、ブヨが来た。風の通り抜け気持ちいい。急だから注意してゆっくり。ありがとうございました。駐車場はすぐそこです。13時45分。思ったより早いですね。海。活動終了。